さあ次の手はどうでしょう。さあじゃあ皆さんもね、この手第一は何切るか考えてみましょう。そうコメント欄で言いますけど、こういう手でね、ああ悪い手来たなって思ってもいいし、いい手来たなと思ってもいいんですけど、こういう手をよしちょっと腕の見せどころかなと仕上げようかなって思えるとね、結構いいですよ。これ第一は何切りたいですかね。ジカゼガシャアのドラ1枚持ってて、はい、いい何切るというか構想力が問われますね、こういう手こそ。なんかドラが1枚ありますと、チートイも見えますと。そう、そしてなんかまあめちゃくちゃいいわけじゃないけどめちゃくちゃ悪いわけでもないですと。なんかむずいな、んだこれ。こういう手でですね、あこれはもうこういう感じで進めますよっていう構想力ができるとね、攻めやすいですね。まあでも切れてなかったらもちろん悩むけど、シャア1枚切れてるならシャア切りそうっすかね。おお正解です。これはねシャア以外ダメです。シャア切れてなかったら何切ってんだろう。シャア切れてなかったら何切ってんだろう。じゃあはい、次大体何切りそうかっていうのをイメージしておくんですよ。結構うわ次、まあ、大体次なんかね真ん中の方を引いて迷うじゃないですか。迷います。あこれはまあちょうどペイで迷わないですけど、この後大体何切るかなっていうのをイメージしてみましょう。ローワンとか引いたりしたらって思っ、まあ、チーピンでもいい、チーピンとかじゃ引いたら、ペンチャン払いそうっすかね。僕1、2の、はい、マンズのと言ってるとイーピンが来ましたイーピンか、じゃあちょっと3色とかも意識した方がいいですよね多分。で3色が現れましたね今。はい、しかしじゃあ何切りますか。いやーチャッソーテープつけちゃいますか、ねえ。チャッソーと1、2マンズの比較かなと思ってて。ああ素晴らしい、そうですね。で3色見るなら1、2万分残し、はい、3色そんな見ないならまあじゃあその残しかなぐらいの気持ちなんですけど、これです、ね、3はなどっちもありっすね、はっきり言って。どっちもありっすか。どっちもありなら正直僕はペンチャン払いたいです。はい、1、2のいいと思いますよ。これ E1 からとりあえず払っていいっすよね。そうですね、はい。3色やっぱこれ3万3P3層引かなきゃいけないんで、はい、ちょっとちょっとね限定されてるんでね、自由度低いですね。いやなんか3色確定して最後リーチペンちゃんのみりペンちゃんリーチかけてもなんかそんなにテンション上がんない気はします。素晴らしい、とてもいい考え。キューピンも切っちゃって良さそうっすかね、はい。じゃあ次何切りそうっすかこの手大体。あれできなかった。次、まあ、うわそうきたか、ちょっと切ろっかなチャッソって思ってたんですけど、じゃあリアンワン切りそうっすかね。はい、これでもチャーソーとリアンワンはねリアンワンの方がいらないですね。あ元だ2と7か、2と7だし、しかもあれか4、5、5で使えるから。そうそうっす。ペンチャーはね結構セットで切っちゃっていいですね。 1D 落とす気だったんで、ペンチャー払うって話でしたもんね、忘れた。はい、さあそしてだんだん難しくなってきた。これはウーワン払って両面固定するかするかチートイボスかっすね。お素晴らしい。うわー、1,2,3,4,4といくか、はい、うわー江口これはね正解ってほどじゃないですけど、はい、まあ、大体これ切ったのがいいねってのがありますね。まあでもウーワン切りそうです。あーこれ逆ですね、ダメですね。うわこの手ってはいメンツでそんなにできそうにないじゃないですか、ゼロメンツで。あ確かに、でこれウーワンとまあ E ピンの比較なんですけど、結構はいこれ E ピンとウーワンに大きな差がありまして、はいウーワン切ったらまあほぼチート率なくなってメンツで1本じゃないですか。1本です。 E ピンはまだ E ピン切っても普通の手も見れてるんですよ。あ保留できてますね。うん E ピン切って3増とか引いたら別に E 層切って普通の手に迎えるわけですよ。はい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 。でウーワン切ったら次何か重なっても今更チート率にいけないわけですよ。確かにどっちも見れてる方がいいですよね。いやメンツがない時ほど、まあ、チートイもチートの道を残した方がいいってことですよね。そう 4トイツぐらいから意識したらいいですね。4トイツってことは1つ重なったら5トイツになる。5トイツはチートイツいいシャンテンなので、はいこれで、ね、ウーワン切りはメンツで1本にする一打なんですけど、この手をメンツで1本にするようではちょっと狭いということですね。
メンツに行くのが広いかと思いきや逆に狭めちゃってるんですね。そうです。別にメンツは行けるんですよ。これを切って EP を切ってもまだ決めきらなくてよいと。そうです。やっぱいろんな道を残すのが麻雀って本当大事ですよね。特に可能性広い。わあ、しかも、はい、ましたすごいや。じゃあもうチートイに取りたいですよね。そうですね。パーピン風あたり切るのかなという。はい、でどっちかっていうと、まあ真ん中の風案切っ、ああでもマンズ結構お安いんだ。おいいですね。をちょっと考えてもいい。いいね、それは、うん、ちょっと風案残してみていいですか、真ん中だけど。これはね素晴らしい。はい。これはですね柴田さんセンス出ましたね。おお。4と8だとね8の方が端っこなんでっていうのは知ってますけど。はい。これねマンズね結構切れてるんで風案の方が山にあるんじゃないかとね。なんかタカちゃんがそういうのすごい好きなイメージあるんですよね。大井さんの教えだ。いいですね。はい。これは非常にいいです。実際パーピンはねちょうどポンされててうまくいきましたね。おお急に激しくなってきた。さあ。カンちゃん払ってんだ。ツースはまあ激高っすよね。なんならもう。ソーズ激高ですね。ピンないけまあこのままとりあえず払っとこうかなと。そうですね。はい。まだねいいんですよ守備は。こっちはチートイツドラドライーシャンテンなんだと。リャンス引いたらもう大歓喜ですよねこんなの。はい。ツーピンもいやこのまま払っちゃいましょうかね。いやでもちょっと待ってください。はい待ってみました。これもさっきの馬強理論でいくと、はい、これウーピンもポンも入ってんすよ。ああ、赤ウーピンの。そっか、じゃあ45で使ってる人がいてもまあいる。うん、そうそう、ウーピン全部切れてら。そう。あ、じゃあ、スーピン山っぽいという。そうですね。スーアンは分かんないですもんね、ちょっとまだ。はい。で、もう一個ありますよね、候補。まあ、ドラは切らないとしても。あ、ほんとだ。パーソーがいるっすね。そう、パーソーもいますよね。パーソーいるんだ。まあ、パーソーおもろいっすね。ソース、激高っすもんね、これ。そうなんですよ。ソースも全然分かんない。じゃあ、これちょっとパーソースか、もしかして。まさかの。そうですね。これですね。スーピンだけはね、絶対切っちゃダメなんですよ。あ、ダメなんすね。なんならこの3枚で一番その枚数で見えてはいるじゃないですか。はい、見えてます。でも、まあ、確かに今のロジックだとめっちゃ山にありそう。そう、誰も使えないんですよこれ横でね。で数ピンポンも入ってないんで。はい。そう、これさっきの数ワンが良いという馬強が見れる人なら、はい、もうこの数ピンは余裕で残せますね。まあ、赤ウピンポンに気づけばね。確かに。じゃあパスを行きます、はい。でちなみにこういうね危ない牌はね先に切った方がいいんですよ。はい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 、はい、まだテンパイしてないかもしれないうちに。なんで単ヤオでロンって言われちゃいそうすかね、パッソって。そうですね。でも先に切っとかないともう切り遅れてロンって言われる可能性あるんで、あのこの辺とかパッソもだいぶ怖くなってくる時間帯ってことですよね。そうそうそう、まあ、ここでさすがにちょっと顔を上げますよね、はい、リーチもしかも入ると、はい、うわースーピン重ねたらうますぎると。うわー、まあ行くかどうかですね、これは。なるほど。どっちもあり。あ、ちょっと待ってくださいね。答えを自分の中で決めてから言いたいな。はい、ドラどっちにしろ出ないな。出ないもんは出ないな。出ないんだったら、出ないんだったら、もう降りるんだったらべったり降りたいし、そうですね。行くんだったらもう逆にリーチかけたいぐらいの気持ちです。正解。じゃあ。べったり降りるんだったら、多分打つ牌がないんで、数ワン打ってリッチ行きます僕。いいと思いますよ。もうできたんでね勝負手。はい。で多分なんか対面下茶もやっぱ仕掛けてること考えると折り切れないなあ、みたいな。いいと思います。これはもう行っちゃいましょう。この数ピンとかね重ねるからちょっと俺麻雀うめえなって気になるじゃないですか、はい、めっちゃ気持ちいいですねこれ。チートイツはその気持ちよさをね高めるのにも役立つんでね結構社交心煽ってんだこいつ。はい、練習するといいと思いますよ。でもチートイ好きっすね、役としては。ああ、いいですね。そう、チートイはね、好きだった方がいいです。なんか、おしゃれじゃないですか、やっぱ。おしゃれ。で、おしゃれながらも最後はもうね、わけわからんドラで待つっていうのもいいですね。はい。なんか、強欲さと謙虚さを、こいつは結構、秘めてる、そう。このリャンゾー、まあ、上がれない可能性がもちろん高いけど、上がれたら熱い。わあ、トイトイはないか。うん、十分だ。ザンク、うん、まあまあ残念だったけど惜しかった。いやでもいいリーチでしたよねこれは。いいこれは確かに。でもあっこでウーワン来てたらなかったんだな、うん、これが。